パティ・デュークはアメリカ合衆国の女優。息子は俳優のショーン・アスティンとマッケンジー・アスティン。ニューヨーク州出身。タクシードライバーであった父親はアイルランド系。父親はアルコールの問題を抱え、母親はうつ病を患っていたため、困難な子供時代を過ごす。8歳の時にエセル・ロスとジョン・ロスという夫婦に託され、この夫婦により、子役としての才能を見出された。 1950年代よりソープオペラやコマーシャルに出演。1959年からブロードウェイでヘレン・ケラーとサリバン先生を描いた舞台奇跡の人に立つ。この舞台はヒットし、彼女は2年の間ヘレン・ケラーを演じた。この舞台は1962年に映画化され、パティは アカデミー助演女優賞を受賞。その時彼女はまだ16歳であった。その後はテレビ出演が多く、1976年にはエミー賞を受賞してもいる。1979年にはリメイク版の奇跡の人にサリバン先生役で出演した。日本ではパティ・デューク賞が1964年から1966年にかけて TBS で放映され、 人気を博す。来日もしており、箸を使って食事をしているカラー写真が現存する。2016年3月29日、アイガホ州コーダーレーンで排血症により成去69歳ボーツ。ありがとうございます。